第50回世界卓球選手権団体戦は2010年5月23日から5月30日にかけてロシアモスクワのオリンピックスタジアムで開催された世界卓球選手権2007年5月にモスクワでの開催が決定された大会公式級には日本のバタフライが選ばれている男子は中国が5連覇女子はシンガポールが中国の9連覇を阻止し初優勝した 女子準々決勝の日本対韓国戦はおよそ5時間に及ぶ熱戦となった。ドイツのゴケータは香港戦で上宮びだ。京花とランク上位の2選手を破り、ドイツに銅メダルをもたらした。大会には男子は111カ国、地域、女子は83カ国、地域、合わせて134カ国、地域が出場した。本大会では、 世界ランク上位から24カ国、地域ごとに6チームごと4つのリーグに分かれて、予選リーグが行われる。男女共にチャンピオンディビジョン、第2ディビジョン、第3ディビジョンは、各24カ国、男子の第4ディビジョンは39カ国が5チームごと8つのリーグに分けて、対戦。女子の第4ディビジョンは11カ国が2つのリーグに分けて、対戦した。 各国のメンバーは5人以内でシングルスのみ後、セットマッチ、3セット選手、1セットにつき5ゲームで行われる。1ゲームにつき11点選手、サービスは2本交代。原則として、A 対 X、B 対 Y、C 対 Z、A 対 Y、B 対 X の組み合わせで行われる。決勝トーナメントには各組3位までが出場する。各組の2位。 3位になったチームが対戦し、準々決勝で各組1位となったチームと対戦する。各組の4位から6位チームは13位から24位、決定戦に回る。中国女子チームランキングは2010年5月のもの2010年1月22日に、日本卓球協会から男女各5人ずつの選手が発表された。ランキングは2010年4月のもの大会に合わせて開催された。 国際卓球連盟のオリンピック委員会で、ロンドンオリンピックのシングルス出場枠は、各国2名までとなった。テレビ東京都 TXN 系列局で放送。キャスターに、石原良純、会場のリポートインタビュアーに、大橋美穂、解説に、近藤金次松下浩二岸田里子、実況に、植草智樹、斉藤和也、中川聡、東京スタジオからは、 愛宇ジユ秋元玲奈が出演。また AKB48 のダンスウィズミーが番組テーマ曲として使用された。詳細はピンポン7を参照世界卓球を PR するため番組に関わる大橋、愛宇ジ、秋元の3人に松丸幸、スクロセイが、前田海吉見、茂田美希を加えたテレビ東京の女性アナウンサー7人によって結成された。 2009年の個人戦同様、メンバーは AKB48 からのメンバーから、構成。高橋みなみ、大島優子、柏木由紀、渡辺真由、峯岸みなみ、宮沢さえ、宮崎穂、さすは原里野、石田遥、中川遥の10名。テレビ東京の番組テーマソング、僕のエール世界卓球バージョンも担当した。ありがとうございます。